それではたるんだ太もものプニプニした柔らかい脂肪を燃焼していきましょう。それでは30秒から50秒ずつ動いて、間に10秒休憩しながら一緒にやっていきましょう。まずは足を大きく開いて、つま先と膝を外側に向けて、そう、腰をぐーっと下ろしてきたら、親指の母指球側をぐっと浮かしていきましょう。そう、いいよ。膝を外側にぐっと向けて、そう、イメージするのは股関節の付け根からぐっと膝を外側に向けて開くように動かしていきましょう。そう、いいよ、頑張って。ふう、腰を低い姿勢をキープして、そう、できてるよ。はい、OK。少し太ももを休ませて、そしたら今度はこのまま開いたまま、つま先をしっかり外側に向けて曲げていきましょう。うん、イメージするのは曲げている足の内ももと伸びている足の内もも。今度は反対、腰を低くして伸びているところを意識していきましょう。すでに熱くなってきたね。そう、いいよ。しっかり伸びているのを意識して、膝を外側に開いていきます。腰を少しずつ下げていきます。はい、OK。 頑張ったね。今度は左右交互に向いていきましょう。 OK。 こんな感じで横向きになったら腰を下げていきます。この時に股関節が伸びているのをしっかり意識していきましょう。今度は反対、後ろの膝は床ギリギリまで、ここがしっかり伸びているのを感じて、この辺にあるたるみをぐっと伸ばしていきましょう。そう、いいよ。しっかりと伸ばして、腰が反らないようにお腹もぐっとへこましながら、お尻をぐっと締めて、あとちょっとよ、頑張って。ラスト1回しっかりと伸ばして、 OK。 よくできたね。股関節周りが熱くなってきたね。今度は片足ずつ今の場所を伸ばしていきます。片足を後ろにしたら、今と同じように股関節の全部を伸ばしていきましょう。そう、ゆっくりと下ろして、もう一度ぐーっと上げて、そう、上げている足の股関節をぐっと伸ばしたら、反対側のお尻の付け根ね、太ももの付け根がしっかりと締まっているのを感じて、あと1回、きつくなってきたね。あと少しよ、頑張って。今度は反対足、片足をゆっくりと後ろに上げて、そう、バランスが取れない方は壁とかに手をついても全然大丈夫。ゆっくりと下ろして、股関節の前の部分が伸びているのを意識して、同時にお尻の真下がキュッと締まっているのを感じてみて、ゆっくりと下ろす。あと1回、はい、 OK。うー、頑張ったね。少し休まして、そしたら今度は足をもう一度開いて、腰を低くして、片足ずつ後ろへ、そう、もう一度戻して、今度は反対足、移動するときにお尻を少し上げたら、開いたときにしっかりと沈んで、内ももがしっかり伸びていくのを感じていきましょう。そう、沈んだ時にお尻を後ろにしっかりと突き出して、オッケー。あと2つよ、頑張っていきましょう。今度は足を横に上げていくよ。まずはスクワット、
立ち上がったら片足に重心を持っていって足を上げて、そう、足を上げた時に横側の上の部分がしっかりキューッと締まっているのを感じて、慌てて下ろしたりしないで、しっかり上で止めれるようにしていきましょう。そう、ここを伸ばすように、しっかりここをキュッと締めて、そう、できてるよ。あとちょっと、オッケー、頑張ったね。次でラストよ。最後は最初にやった足を外側に開いて、今度はつま先立ちをしていきます。まずは2回外に開いて、ここからつま先立ち、そう、いいよ。もう一度母子球を2回浮かして、立ち上がるときにお尻の穴を閉めて、そう、肩を内側にして肋骨を締めるようにしてグッと立ち上がっていきます。そう、いいよ。慌てずにバランスを取りながらギュッとお尻の穴を締めて、その調子。ふぅ、 OK。